はい、お疲れ様です。今日はですね、限界挑戦やっていきたいと思います。現在ね8位なんですよ。でこのポイントに関しては、係数に関しては、まあいつも通り反射だけ除いてやっていきたいと思うんですけど、今8位で8万7千なんですが、1位2位の方がもう58万とか出してるから、まあ何かあるんでしょうねこれね。はい、ということで自分もね8万7000で8位だから、こんなのはすぐ抜かされるんで、まあとりあえずねやっていきたい、そういうふうに思ってますね。で今日自分がやってた編成としてはこんな感じで、まあいつも通りなのかな。まあちょっとね今日はこれでやっていきたいと思います。はい、やっていこう。結構ね上振れ下振れが半端ない。これどうやって58万とかいるんだろう。そこまでは、ね、絶対上振れしないから、やっぱね、なんか考えないといけないですよね。これ読む気とか入れてもダメか。これね、あんまりさっきも言ったんですけどね、いろいろ組み合わせたんですけど、なんかこれが言ったんですよね。多分ね、この編成全然ダメだよっていう方が多いと思うんですけど、まあ、一応8位なんでね、これでも。まあとりあえず、限界挑戦は冷獣のイベントと違って連打できるんで、とにかく連打ですね。まああとはね、もういろいろ試せるんで、今牽制のリセット無料期間ですし、まあやってこうかなと思ってる。いやー、今回の動画では1回でもいいからね、ちょっと上振れして最高値超えたところで終わりたいんですけど、いや、いらないよ俺。さっきまで言ったんですけどね、突然回し始めると、下振れだったと。いらないね俺。いや渋いよ俺。渋い動画になりつつあるぞ。7万こんな感じですね。結構諸葛亮は打ってんのか、多いとかね入れたいから、まあ今度やっていきましょう。あれこれ超えないね。例え的に千の策があろうとも、たやすく知り。例え的に千の策があろうとも。はい、ということで、とりあえずね、1000万、10万をね、超えることができました。諸葛亮なんかちょっと微妙ですけどね、微妙なんですけど、とりあえず8位か、それでも8位。いいか、目にもの見せてやるぜ。いや、58万がちょっと遠いですね。はい、ということで、まあ、本日はね、まあ微妙な編成ですけど、とりあえず、まあ、10位以内、まあ、とりあえず入ったんで、明日もねちょっと頑張って、まあぜひねコメントもいただきたいなと思うんですけど、やっていきたいと思います。それではね、今日はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。